飲食なんて絶対に想定しえないし、相当衝撃だったんじゃないですか。そうですね、コンセプチュアルアートがやろうとしていたあの脱物質化をかなりこう極限までまず推し進めたっていうことで、すごく面白いものとされた。アートの裏側、その奥にある人、物、ことについてゲストの方にお話を伺っていくインサイトです。今回のゲストは文化研究家の山本博樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さんは2013年から2018年までロンドン芸術大学トレイン研究センターに博士研究員として在籍し、韓国クァンジュのアジアカルチャーセンターでのリサーチフェローを経て、2019年まで香港理工大学デザイン学部ポストドクトラルフェローでいらっしゃいました。現在は金沢美術工芸大学に所属されていらっしゃいます。戦争と植民地支配の歴史との関連から東アジアの近現代美術について研究し、2019年には中央公論新社より現代美術史欧米日本トランスナショナルを受賞され、大きな評判を集めました。私も本、この本大好きで、うん、何回も読んだんですけど、うん、買って周りにも配ったぐらい本当に網羅されてて、インダートのバイブル的な。そうなんですよ。日本語でここまでしっかりとギュッと内容が凝縮されて書かれて珍しいぐらい。読まないけど、あの今日は何を話すかっていうのはちょっと言ってないんですよね。全く知らないです。はいね、いじゃあちょっと一枚写真を見ていただいて、これ山本さん、いやこれ違うかなと思ったけど、この距離で見たら違うかった。そうなんですね、自分でも似て。そうですか、ね、これ実は1990年代 の、 あの現代美術を、まあ、代表する一大潮流の実は作品の写真なんです。作品の写真、これあの何に見えますっていうか、何してるところに見ます、ね、まあ、人を招いて、うん、何かを振る舞っているのか、はいはいはい、まあ、なんかちょっとラフなパーティーな感じはしますけどね、はい、みんなをこうもてなしてるみたいな雰囲気がこう伝わってくると思うんですけれども、うんうん、実はこれギャラリーの中の写真なんですね、はい、で1994年の、無題ビューティーという作品に、無題ビューティー、はい、なります。でじゃあこれギャラリーでやってどうなるかと言いますと、うん、はい、これはまた実はちょっと違う4年前の1990年の作品で、無題パッタイという作品なんですけども、作者は同じ人です。実はさっきの人僕じゃなくて、あの作者になるんですよ。あ、作者自身なんですね、はい、でじゃあギャラリーにどうなるかというと、こういうふうにみんながもう食べ終わった後とか、さすがに残り物とかちょっとまずいんであれなんだけれども、そのまあ、ある種パーティーの後みたいなものが残るんですよね。今見せた写真のように、こう芸術って結構今までだと体験したことのないような、ある種こう非日常的な空間を、まあ、演出するようなものがアートっていうふうに思われてたと思うんですけれども、うん、今見たように例えばあのパーティーみたいに、うん、あの食事を食べるとか、うん、あのみんなでこう今もこういうふうにやってるようにこう話し合ったり、うん、あのディスカッションをしたり、こういった日常的なこう普通にやってるコミュニケーションを美術の文脈の中に入れてくるっていうような潮流が1990年代以降にあのバーンと目立つようになってきます。でようやく今日 の、 あのトークテーマになるんですけれども、はい、そのような潮流のことを、リレーショナルアートというふうに言います。あの関係性の芸術というふうに言うんですね。で今さっき作者出てきたんですけれども、リクリット・ティラワニという作家で、日本でも展覧会をしているんですけれども、こういうふうにギャラリーの中をそれこそこうパーティーの空間だったり、こうみんなで食事をする、で彼がこう先頭を切ってご飯を作ってギャラリーを訪れた人にこう振る舞うみたいなあのことがこういう形でですね、でみんなはそれぞれ受け取って、まあ、自由にあのギャラリーの中にまあ座る場所とかもあったりして、しゃべる、まあ楽しんだりする、でご飯をまあ食べるのを楽しんだりするというようなあの潮流になっています。タイのアーティストなんですけれども、アルゼンチンで生まれているんですね、ブエノスアイレスで。でそこにはどういう理由があるかと言いますと、あのお父さんが外交官
なんですね。なのであの点々といわゆる転勤族のスーパーグローバルバージョンみたいなことで、まあ、いろんな国に行くわけですよ。でこれはあの本人がはっきりと言ってるわけではないんだけれども、その中でやっぱりあのいろいろな文化をこう見て回ったり、それからあの言葉の通じない人たちと、まあ、どういうコミュニケーションをするかみたいなことが、まあ、このイラワニの中で、まあ、だんだんこうそういうどうやってやろうかなみたいな話が多分出てくると思うんですよね。でその一つの手段としてあの、まあ、その食事とかあの非言語的なコミュニケーション、アートの、まあ、コミュニケーションを通じて、まあ、人との関係性とか、あのリレーションシップを、まあ、作っていこうという形であの生まれてきたあの作品に、なっています。通常そもそもギャラリーの中で飲食なんて絶対に、ね、想定しえないし、うん、こういうやり方があるのかっていう、そう、ね、当時相当衝撃だったんじゃないですか。そうですね、やっぱりあの訪れた人はあの作品があって、うん、何かどちらかというとこう受動的に何か物を見たりあの鑑賞したりするっていうことを多分自分としては求められていると思って来ると思うんだけれども、うん、むしろそのこうある種の輪の中に自分からこう入っていき、なんかみんなでコミュニケーションを取る、うん、なんかそういったことを多分求められるっていうような意味で、うん、あのある種作品に対してさらにこう能動的にあの鑑賞者が関わるようになってきたっていうのがやっぱりあの90年代以降 の、 あの芸術の大きな特徴なのかなというふうに僕は考えています。やっぱりこう目に見えないアイデアとか、まあその数字とか言葉とかあの行為とかそういったものをあの芸術作品として提示するっていう流れが1960年代くらいからこの目立つようになってきたんですけれども、一つこれが、まあ、あの面白かった点としてこういったこう関係性っていうのも目に見えない、まあ、コンセプチュアルなものではあるじゃないですか、うんうん、そういったものであのコンセプチュアルアートの中でどんどんこう脱物質化っていってあの物がなくなっていくっていう動きがあったんですけど、うんうん、これはもう人が喋ってることとか食べてるっていう行為自体がもう作品で何も残らないので、うん、あのさっき の、 あの器とか残ってたの以外は、うん、それこそこういうリレーショナルアートっていうのが、まあ、コンセプチュアルアートがやろうとしていたあの脱物質化をかなりこう極限までまず推し進めたっていうことですごく面白いものとされた、うん、あのっていうのが背景に一つあります。でもう一つあの同時代的なコンテクストを言うと、うん、90年代っていうとやっぱりあのグローバル化の時代と言われていて、あの冷戦がまあ終わった後に、うん、特にこう一気に加速するわけですよね、うん、あのテクノロジーの発達とか、まあ、テレコミュニケーションの発達、うん、でそういった中で、まあ、彼もタイの出自でアルゼンチンに、まあ、しばらくいてでアメリカに行った作家なんですけれども、その中であのいわゆる多文化主義マルチカルチャリズムと言われるあの動きが出てきまして、うん、こうヨーロッパアメリカが今までアートの中心というのは当たり前だったのが、いやアフリカにはこういう面白い動きがある、うん、それから、まあ、アジアにはこういう動きがある、うん、南米にはあるみたいな風にいろいろな地域 の、まあ、その文化とか、うん、あのそういったものが注目されるようになってで、彼自身もの自分のルーツに関係するタイの料理を振る舞うとか、うん、あの場所によって違うんですよ。例えば日本でやった時はあの焼き魚と梅干しを実はあの振る舞うっていうのがありまして、その土地土地の何かこう文化っていうのをすごく大事にしながらそこに来た人とコミュニケーションを取る。でそこにはまあ2つ目の要因としてあの90年代以降の多文化主義のこう空気というか、他 の、 あのヨーロッパアメリカ以外のさまざまな文化にこう関心が向いているっていうのがあって、あのこのこういった動きっていうのがすごく面白いものとしてあの受け入れられるようになったというような感じになっております。例えばこの方はこの作品はまあ90年代の作品ですよね、うんうん、今20年代のこういうリレーショナルアートと呼ばれる分野の中で、うん、なんか今推せるよってやつは何ですか。リレーショナルの中でいうとやっぱりその、うん、まあ、参加型アートっていう形で、うん、あの発展してきてるんですね、はい、実はあのこの後話そうと思うのがその形の発展系になってくるので、うん、
あのぜひ次の動画を見て次の動画を見てくれたらそれが分かるよ。そうなんです、全部つながる、先に言っちゃったけど全部つながっていて、はい、これがさまざまな批判やもしくは別の部分を発展させたことも含めて、うん、2000年代、2010年代、2020年代とまたちょっと形を変えながら、うん、あの動いていくんですよね。それについても少しあのお話できたらなと思っています。わかりました。じゃあ次の回でぜひそれをチェックさ、はい、していただければと思います。チェックしてください。はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。